どうも、ヨルフのミッタです。いつもありがとうございます。今回は、ドライバーのスライスをなくす矯正練習法。これを皆さんに練習していきたいと思います。ドライバーは、とにかくスライスしやすい。そして、たくさん曲がってしまうんですね。隣のホールにパーッと行かなければいけないような状況になってしまうわけです。これをどうやって直すのか。スライスに悩んでいる方っていうのは非常に多いので、矯正していく練習方法がありますので、それを皆さんに伝授していきたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。本当に皆さん感謝しています。ありがとうございます。動画を見てくれている皆さん、いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それでは早速いきたいと思います。スライスボールが出る原因、様々ありますが、クラブヘッドが降りてきて、自分の正面を通過した後にボールを捉える。そうすると、アウトサイドインで当たってしまいやすいんですね。アウトサイドインで当たると、フェースを開いて元に戻そうとするんですが、それがやりすぎになって、右に極端に曲がってしまう。これがスライス。そして、右の方に OB になってしまうような原因なんですね。そこで、ボールを少し右の方に、真ん中よりも右に寄せて立ってみる。ただし、このマットのボールの位置というのは、真ん中よりもちょっと左にあることが多いんですね。ですから、なかなか左側に立ってボールを右側にするのは難しい。なので、スタンスを少し狭くしてみてください。そうすると、真ん中よりも右側にボールが来るように立てます。この状態でボールをまず打ってみてください。そうするとボールが、クラブヘッドが内側から降りてきますので、右に打ち出される、そういうショットがまず出ると思います。ですから、こういう感じで、まず右に打ち出しちゃう。打ち出しがいきなり右になって大丈夫。ボールを右に寄せ、内側からクラブヘッドを当てて、打ち抜いていく。振りの幅はフルスイングを少し小さくしたような、そんな振りの幅で大丈夫です。そこから、振り抜いていくところで腕を左側に回すイメージを強く持って振ってみましょう。ボールの位置は先ほどの位置で変えなくて大丈夫です。そこから、腕を回転させると、ドローボールが出るようになります。クラブヘッドが内側から当たり、外にヘッドは抜けていきます。そこで腕を回転させます。そうすると捕まったボールが打ち出されていくということになります。このようにボールの位置を右に寄せ、ヘッドを内側から落としてあげる。そして腕のローテーションを強く意識して振り抜く。これでスライスを矯正することができます。これをやる上で一つ注意点があります。それはボールが今右の方に寄ってますので、右側のボールを打とうとして、こんな感じで体が大きく右側に揺さぶられて、ボールを無理やり打とうとすると、とんでもない方向にボールが飛んでしまいます。ですから、そうならないように、まずは右に打ち出していいんだよ。ボールを右に打ち出していいんだよ。そういうところから始めてください。ですから、こんな感じで当たりますので、当然右に行きます。そこから腕を、回転させれば低いドローが出るような感じでスライスを矯正することができます。ただこれは非常に最初は打ちにくく感じることが多いんですね。なので真ん中ぐらいでやってみてください。もしくは最初からできれば真ん中に近づけて最終的には左に戻してください。なのであくまで右に寄せているというのは矯正、少し振りにくいんだけどやってみる。この状態から腕のローテーションを意識して内側からヘッドを下ろしてドローボールを打っていくということになります。そこからおよそ真ん中ら辺に戻してやっていくと捕まったボールが打てるようになります。そして左に曲がるようになってきたら、今みたいにギューッと左に行くようになってきたら標準の位置に戻してあげて打っていただくと、ストレートでまっすぐ打ち出されて、フェアウェイを捉えるようなショットにつながっていきます。今は連続してどんどんやってしまいましたが、これは少し時間をかけて何回も何回もやるようなことだと思いますが、少しこんなような練習がですね、強制して
スライスをなくしていくことができますので、ぜひ練習に取り入れてやってみてください。悩みは必ず解決できますので、一つ一つ正しく知識を持ってやっていただければ、必ずいい方向に向かいますので、ぜひやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。